とかバカにもされたし、いいやつばかりじゃない世の中で、本気でぶつかり合えるメンバーに出会えて、俺たちのバカな夢に付き合ってくれる仲間たちも増えて、今は本当にこう思うんだ、振り返れば全てがありがたい、理想通りかどうかは置いといて、好きには生きている、インタビューで答えたんだ、自分らしさと感覚を、それだけ信じて生きてきましたって、そう日もあった、あいつがいなくなって崩れそうな時だって、もう一度このメンバーで笑おうって言ってくれたから、何も怖くなくなった、本気で叶えられるなんて思えたんだ、熱い雲は通り過ぎた、繰り返ればすべてが、止まりして苦しんで一緒に過ごした日々。